ガチで天気の知識をつけるガチ天。ここからはお天気のクイズを楽しんでいただきたいと思います。まあ、クイズを通してより空のことを詳しくなっていただくことによって、もっともっとお天気を身近に感じていただければと思います。今日もですね、空ボタンで出題していきますので、皆さん正解目指して今日も頑張ってください。ガチっていきましょう。さあではここからは、今日はですね、ウェザーニュースのアプリウェザーニュースタッチの空読みクイズでも出題していたお天気に関することわざのクイズです。今週はですね、寒い日もあったり春を感じられる陽気もあったり、その1週間となりましたが、ことわざにあるこんな言葉をご存知でしょうか。空ボタン見ていきましょう。丸に何日の晴れなし、ほにゃららにほにゃらら日の晴れなし、正しいのはということで、この正しい組み合わせを選んでください。あー、はてなはてな、聞いたことないなと。いやー、聞いたことある。もうね、聞いたらね、もう皆さんも知っている言葉だと思いますよ。はいはい、あれね、ほにゃららにほにゃらら日の晴れなし、正しいのは、聞いたことある。さあどうでしょうか。なぜか埼玉の正解率全国よりも 8% 高かった。どうしてだろう。嬉しいですね。優秀、埼玉優秀。県別の正解率ってちょっと、でもそのお天気とか、その毎週もしかしたら違うのかもしれないですね。あんまりその正解率のエリア性を考えたことなかったですけど、例えば雪のクイズだったら雪がいっぱい降るところのが詳しいとかね、あるかもしれないんですよね。台風関連だったら沖縄の方が詳しかったりとかね。さあどうでしょうか。では終了1分前 BGM 流していこうかな。では空ボタン終了1分前 BGM スタート。ほにゃららにほにゃらら日の晴れなし、正しいのは、これが今日の問題です。お天気のことわざ、いろいろね、お天気のことわざって皆さんもご存知のもの多いと思いますけれども、さあ当てはまるものはどれでしょうか。聞いたことはあるけど、今日お帰りメール見せたらなんとなく正解しちゃったので詳しい解説が聞きたいですなんていうコメントも届いていました。実際このことわざ、どれか選ぶことはできたけど、それがどういう状況なのかっていうのがイメージできない方もいらっしゃるかもしれないですね。また答え言わないのと。答え言っちゃったんでしたっけ、私言いません。さあでは選んでください。そろそろ終了になりますので、 BGM 終わったら空ボタン締め切っていきます。皆さん参加ありがとうございました。では空ボタンの結果を見ていきましょう。さあどれが多いかな。お、緑が一番多いですね。お、すごい多いですね。ありがとうございます。さあこちらですね、数で見ていきますよ。215名が緑、そして青が24名、黄色が14名、赤が13名という結果になりました。さあこれは正解なんでしょうか、見ていきましょう。じゃん、春に3日の晴れなしということで、もうほとんど正解者さんです。素晴らしいですね、優秀ですね。さあでは皆さん参加ありがとうございました。さあではですね、なぜこのようなことわざがあるのか、詳しくは予報センターの永井さんに解説していただきたいと思います。では予報センターの永井さん、よろしくお願いします。はい、あ、永井先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。永井さんではなく、ここからは先生と呼ばせていただきます。はい、はい、
まあ、のほとんどの方が正解ではあったんですけれども、はいはい、まあ、詳しく、まあ、このあの見ていきますと、春に3日の晴れなし、これどういう意味なんですかね。はい、うん、まあ、春はですね、比較的こう短い周期でお天気が変化していくので、はい、晴れて曇って雨降って、晴れて曇って雨降ってといったような形になると、はい、いうことで晴れのお天気がやってきても3日と続かずお天気下り坂になりますよというような、はい、意味、春のお天気の変化の特徴を示していることわざということなんですね、はい。まあ、あの人生長くやっている人ほど、はい、どこかでこれを聞いているんではないかということで、はい、いい点数が出たかな。そうですよね、というところですね。うん、人生経験豊富なはってコメント来てますけれども、はい、で先ほどね、あのチャットのコメントの方でも春、うん、お天気荒れるしねっていうようなことわず、うん、あの言葉がありましたけれども、確かにあの低気圧発達しやすいっていうのも一つ特徴にあるかもしれないですね、うん。でこのお天気が周期的に短い周期で変化していくっていうのは上空の風の流れが関係しているんですけれども、はい、それをこう冬から春への季節の変化というのを、見ていきたいと思います。はい、まず冬なんですけれども、冬上空の強い西風、ジェット気流の位置、日本列島の結構南の方を通過するんですよね、はい、で北の方は大陸で冷たい空気が溜まって育ったシベリア高気圧が、優勢になっておりまして、はい、冷たい空気が日本付近にも吹き出してくるといった状況になっております。はい、で上空のそのジェット気流が日本列島よりも南の方にずれているので、この南の方は、まあ、空気の入れ替えが早いというか風の流れ早いんですけども、日本列島の上空はあまり、風の動きが速くないと、高気圧に一旦覆われると滞りやすいというのが冬のお天気の特徴、はい、ですので、まあ、1月の中旬あたりから2月の上旬にかけて日本付近も冬型の気圧配置の日が多くなりました。はい、冬型の気圧配置って、あの中国大陸の方に高気圧、シベリア高気圧ですね、これを元にした高気圧があって、うん、まあ、東の海上に低気圧があって西高東低という形になるんですけども、はい、この動きが滞ってなかなか、動かない、長続きしやすいというのが冬の特徴、真冬の特徴と言えるかもしれませんね。はい、ですがこれが春になってくると、春へと季節が進んでくると、ジェット気流の位置が北上してきます。はい、日本付近を通るようになってきます。うん、となりますと日本列島の上空で風の流れが速くなる、気圧配置の変化も速くなるということになります。はい、高気圧があって低気圧が次にありますけれども、風の流れもこの周辺で、まあ、高気圧はね、時計回りに風が回っていて、低気圧のあたりは反時計回りに風が回っていてという、ね、動きがありますけれども、この風の動きも、西から東へ移動するのがジェット気流によって、早まっていくということがあります。はい、ですので、高気圧低気圧高気圧、この流れが短い周期で変化していくということになります。はい、高気圧に覆われれば晴れますし、でも長続きせずにもうすぐに次の低気圧がやってきて、雨または雪が降る、雨または雪が降ってもこれも一時的、すぐに高気圧が進んできて冬型の気圧配置も長続きしなくなってきて、日差しが届くようになる、はい、いった、早いお天気の流れに変わっていきます。はい、はい、でこれから、ちょうど今頃の時期で冬から春へと移行する時期ですよね。はい、ですので、今週この先1週間はですね、結構短い周期でお天気が変化していきますよね。はい、ですがまだこの2月3月あたりは、このジェット気流もまあ蛇行していることもありますので、ちょっとまた冬のモードにずれてしまって冬型の気圧配置が続いたりとか、その後また周期的な変化になったり、もう一回ちょっと冬に戻ったりというのを繰り返しつつ春になっていくと、はい、
いった変化になっていきます。この先1週間のお天気見ていきたいと思います。まさに晴れの、春に3日の晴れなしというようなお天気、言葉通りの、はい、こちらお天気アイコン。次にお天気が崩れるタイミングは20日の月曜日、その後西日本東日本太平洋側を中心に晴れ戻ってきますけれども、はい、2日続くが3日続かず、次のお天気の崩れと、はい、必ずしも3日周期ではないんですけども、うんうん、でもあの3日もしくは4日というような、周期で変わっていくというのが特徴です。はい、亜三寒四温は関係あるのというね、あ、質問いただいてますね。はい、三寒四温、今日本で使っている三寒四温はこれと同じことですよね、うんうん、まさにこのお天気が崩れるタイミングの気温見てみると、はい、低気圧が近づいてくる、特に日本海など北の方を通過していくことになると暖かい空気が入ってきて気温が上がるんですよね、はい、ですが長くは続かなくて、すぐに冬型の気圧配置に変わって冷たい空気に入れ替わって寒くなると。で翌日23日木曜日、また低気圧通過していきます。そのタイミングで南から暖かい空気が入って気温が上がる、寒暖の変化も大きいです。で三寒四温、3日、寒くて4日暖かいっていう流れになるのはもうちょっと後になるかもしれないですね、3月頃とか。でもともと三寒四温って日本の言葉じゃないんですね。中国の方の真冬のお天気を示すことわざだったんですって。で中国大陸の方はそれこそですね、冬のシベリア高気圧の、影響を日本よりも素直に受けます、はい、だって真下にいるもん、うんうん、シベリア高気圧のほぼ真下にいるもん、はい、でこのシベリア高気圧の勢力、冷たい空気が溜まって吹き出して、溜まって吹き出してというような、変化、まあ、息してるようなもんですね、呼吸してる感じ、それがだいたい3日4日の周期で変わるので、はい、中国大陸方面は冬の間あの寒さと暖かさ3日4日の繰り返しになるのが特徴と、うんうんうん、まあ、目安ですけどもね、言われてたそうです、はい、日本だとさすがになんか冬の間も暖冬だと全然冬型が続かなかったりとかあるじゃないですか、はい、ですけれども、むしろ春のその、暖かくなる過程で冬、春に向かって暖かくなる過程で暖かくなったり寒くなったりという変化にぴったりと合うなということで、三寒四温という言葉が使われるようになったと、はい、いうことがありますね。はい、はい、なるほど。ね、あのこういった言葉ね、皆さんも聞いたことはあるかもしれないですけど、実際にこうやってお天気当てはめてみると、はい、ああこういった言葉ちゃんと春の天気を、ね、表してたんだなというのが分かりますね、うん、そうですね、うん、まあ、あのなんかあの3とか4とかその数字に注目してしまうと、うん、なんかその通りじゃないじゃんってなるんですけども、はい、まあ、そこはちょっと緩やかに考えていただくと、うんうん、はい、あ、そうか、春の周期変化を表して、うんうん、言えてみようって思えるのが結構ありますよね。そうですね、あのもうちょっと季節が進んできて、うん、4月5月くらいになると、うん、雷日課っていう言葉が出てきますよ、うんうんうん、はい、上空に寒気が流れ込んできて雷が発生しやすくなると3日くらいそういう日が続いて、はい、あと解消されていくっていうような、はい、ね、特徴があると。ちょっとこういった、ね、言葉いろいろ注目してみるとお天気もっともっと、ね、身近に感じられるかもしれないですね。そうなんですよ、はい、人生積んでくるとね、はい、いろいろそういうことを耳にすることがあるんではないかなと。はい、わかりました。では永井先生ありがとうございました。では予報センターの永井さん、いえ永井先生に解説をしていただきました。
あの皆さんもですね、この春に3日の晴れなし聞いたことがあるかと思いますけれども、まあ、実際にこの天気とね当てはめてみるとね、このことわざ通りになってるんだなという部分もあるかと思いますので、これからもお天気の、ね、特徴をつかむためにですね、皆さんもちょっといろいろ知ってる言葉をね一度どんな意味なのか、振り返って確認してみると面白いかもしれないですね。ではお天気のクイズガチ天のコーナーお届けしていきました。